球上には800万種類以上の生物がいると推測されている。しかし現在その中で発見されているものは 20% に満たず、 80% 以上の生物が未知だと言われている。つまりその 80% はユーマなのである。今回紹介するユーマはジャージーデビル。ユーマの中では珍しい人間から生まれた生物と言われている。一体どのような経緯で人間から生まれたのだろうか。信じるか信じないかはあなた次第です。答え馴染んできたね。ねえ、めっちゃ馴染んでるね。なんかすごいよね。すごいよね。すごいわ。ということで、タイアップくださった東京中央美容メディカ TCB さん、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。またお仕事ください。ください。いいモデルになってますよ。めちゃめちゃ成功してますよ。はい、お願いします。本当に男前になった、はい、いや本当シャレなきだね、これに関しては、うん、俺らが別の動画でそんな名前出すわけないじゃないですか。そんなん出したくなるぐらい満足度高いですよ、大輝は。いや、めちゃめちゃ満足です。めっちゃ喜んでます。うん、俺らから見ても完成度高い。うん、ということでタボデンです。タボデン。え、聞いてた聞いてた。今日一番違います。そういうことではないです。当たり前だ。今日は本当にタボデンです。あ、タボデンだよ。そういうことじゃねえか、だとしたら。そういうことではなくてですね、本日は、はい、ユーマの都市伝説。あー、なるほど。納得、納得。タボデンじゃねえか。地球上の生命のうち、発見されてるのは 20% です。え、そんな少ないんだ。生物の全体でってこと。そうです。え、マジで 20% 前後です。それしか見つかってないの。ということはもうユーマなんて全然いてもおかしくないですよ。確かにそうだね。本日紹介していくユーマの名前がジャージーデビル。紹介したい理由なんですけど、人間の腕から変化したと言われています。なんて言われちゃったりしちゃったりします。しちゃったり1個多いね。CM で見たことある。絶対余計だったの今。なんかエピソードおもろいな。うん、そうなんですよ。え、この件どういうことってなると思う。うん、その辺の詳細を本日お話ししていきます。はい。アメリカニュージャージー州で数百年前から目撃されている未確認生物ジャージーデビルは、アメリカで最も有名なユーマの一つである。ニュージャージー州にパインバレンズという広大な森林地帯がある。そこにジャージーデビルがいると言われている。ジャージーデビルの特徴は、体長は1メートルから1.8 メートルほどで、馬、羊、または鹿に似た顔で真っ赤な目を持つ。胴体は黒っぽい毛で覆われており、背中にはコウモリを思わせる翼が生えており、空を飛ぶ。路上や建物の屋根に馬の蹄のような足跡を残す。かっこいいね、なんかね。ね、聞いてる感じかっこいいよね。うん、遊戯王のモンスターガールとかにありそうだった。確かに。絶対いるだろ。絶対いる。実はこれだね。イメージ画像、一旦ご覧ください。おお、めちゃめちゃ好みなタイプなんですけど。でもなんかさっきの方がかっこいいね。子供とかじゃない。羽の感じとかは大体一緒なんだ。そうだね。うん、そうだね。悪魔要素すごいな。うん、あるね。このユーマが有名なったきっかけとして、リード家の悪魔っていう、まあ、なんか事件みたいなエピソードがあるんですよね。うわ、はいはい。1735年、ニュージャージー州の南部に住んでいたリーズ一家の母親が13番目の子供を身ごもった。それは12人の子供を産んだ経験を持つ母が耐えられないほどひどい難産だった。あまりの痛みに正気を失った母親は、これ以上苦しい思いをするならこんな子はいっそ悪魔になればいいと口走ってしまった。そしてあろうことか、ようやく生まれた子は突如母親の腕の中で怪物へと変身した。子供は馬のような頭と胴体、手足には鋭い爪が生え、背中にはコウモリの翼を持った悪魔のような容姿になった。おぞましい悲鳴を上げ、背中に生えた翼で飛び上がり、天井を突き破って夜の森へ消えていった。人の言うのとかが新しい。そっちで変わってる。一応このリードさんっていうのはちゃんと実在する人物らしく、12人の子供を産んだっていう記録も確認されています。あー、うん、そうではないんだね。そこそう、だからこれに関してはおとぎ話みたいな遠い話ではなく、結構リアルなお話。あー、その一家が実在するっていうのは、うん、信憑性が増してくるよね。これが誇張された話かもしれないしね、腕から飛び出たっていうのが。それはもう行き過ぎだけど、ちょっとそれに近しい現実っぽいことが。あー、なるほどね。起きてるかもしれない。はいはい。噂が噂が見えただけとか。そう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 。次に目撃情報について触れていきます。はいはい。なんとこれ新聞にも載ったと。マジか、すごい。で、農家とか、うん、まあ、動物飼ってる牧場とかがだいぶやられたっていう記事があったというお話。
もう一個また細かな設定があって、うん、本当かどうかわからないで設定って言っちゃってますけど、うん、懸賞金1000万円ほどかけられていたっていう話もあります。すごいな。こういう細かいことはなかなかガセではできないんだよね。まあ確かにね、その辺一体をもう巻き込んでる、うんうん、目撃情報の詳細をバーッと一気にお話しします。はい。1778年、ある海軍大将が砲弾テストを行うためハノーバー鉄工所を訪問している際遭遇した。発砲したところ弾は翼膜を貫通したがそのままどこかへ消えたという。1993年、12月、ニュージャージー州の自然公園管理者ジョン・アーウィンが森のパトロール中に2本足で立つ怪物に遭遇した。ワクワクしていきたいでしょ。いやしてますよ。いやちょっと探しに行かないいつものユーマよりね、リアルなんだよ、うんね、その冒頭のさ、8割の生物が見つかってないっていう話も聞いちゃったからさ、うん、俺もうマジでいると思ってるからね、うん、探しにないって全然あり得る、ね、断定できない、うん、さらにワクワクするようなこと言うと、お1800年代ジャージーデビルを見たっていう目撃情報あるんですけど、なんとその出元、おうおう、スペイン国王です。え、王様、王様が言ってんの。これやばいよ、もうガチじゃん。これ絶対それはもうマジじゃん。これは絶対ガチなんですよ。王様巻き込んでガセとか絶対作れないから。いやいやいや、もちろんそう、そう絶対本人が言ってるはずなの。そこ危険されるから、うん、そんなデマを流した。そうだよね。そして現存するっていう証明みたいな勢いで話題となっている画像があるんです。おー、その画像を撮った人のリアルな証言を紹介した後に画像をお見せします。はい、はい、2015年の11月26日、アメリカペンシルバニア州の建設作業員で RW と名乗る32歳の男性は友人を乗せて同州郊外の高速道路を運転していた。当時はあいにくの雨で彼はフィラデルフィアから帰宅する途中だったが、ふと道路の端の木の中にとても大きなハゲワシのようなものが止まっていたのを目撃したという。ということで、そんな当事者の方が撮った写真がこちらになります。おー、撮影してくれ。うわ、え、でかくない？マジで、うわ、すげえ。あ、でもほんとコウモリみたいな話してるね。うわ、すごい、でかいよな。でかい、でかい、でかい。大きさがコウモリでは絶対ない、うん、あ、コウモリは多分もう右翼の半分ぐらいの大きさにしか見えないと思うんで、うん、あ、そうだね、この感じだと、うん、これ相当でかい。コウモリにしてはなんかトサカみたいなのも見えるし。そうだね、頭がでかいよね、コウモリにしては、うんうん、まあ、体もでかい、うん、体もでかい、さすがにいないだろうから、うん、そんな、うわ、声だけだ、かっか、そんなね、高いな、間違えてるよ、ジャパネット、うん、ジャパネットだね。一体何なんだと、正体は。おお、そうだね、皆さんもう思ってますよね。思ってます。有力とされている説3つあります。4つあるかもしれません。はい、あ、メイビーね、メイビー、あ、メイビー4ね。メイビーって言った理由は1個はユーマ説だからです。あー、そうだね、うん、はい、2つ目が翼竜説。ドラゴン、いや、翼竜っていうのはめちゃめちゃ昔にいた、うん、一番最初に羽を生やし飛んだとされる脊椎動物。うーん、それが一応エリア的にはいたんだって、そのエリアに。だからそれが生き残りが万が一いるんじゃないかと。あ、それがちらほら空飛んでるのを目撃されているんじゃないかっていうのが、あ、まあ、一部の地域ですごい押されてる。あ、なるほど。それでは3つ目が悪魔説。ニュージャージー州の先住民は実際に鹿のような頭を持った何かを神として崇めてたらしいんですよ。あ、ちゃんと現実として あるみたいな歴史が。で、植民地になった歴史があって、その時にヨーロッパの国々がそれをあえて悪魔っていう風に結びつけたという噂ですね。ああ、なるほど、うん、はい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 、もう歴史的にあり得るんだ、そこにいたものが、うん、まあ、信仰の邪魔をするためというか、まあ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 、まあ、一番無理なやつ。そうだね、そうだね。なんかもやっとしてますね、うんうん、伝説の話っぽいよね、やっぱり、うん、ということで、最後に用意したのがもうすんごい、おー、こんなもんじゃい。俺はこれを見てもうこれやんってなった。そこまで、はいはいはい、そんなレベルです。おー、すごい。ウマヅラコウモリ説。ウマヅラコウモリ説、え、そんなのいいんだ。そうなんです。なんと、うん、馬の面をしたコウモリがいるんです。実際いるんだ。いるんだ。さっきかっこいいなイメージしたけど、うん、見間違えてもおかしくないよねっていうラインまでは全然来ちゃってます。じゃあサイズ感とかも近しいんだろうな、はい。
あとはもう普通にこんな動物いるんだっていうのが面白いんで見てください。あ、いや見たい見たい見たい。こちらです。うわうわうまい。うわうわすげえ。すごっ。うわすごっ。すごっ。うわだ、マジだ。ドラゴンじゃん。え、すごっ。いやもうこれはもうさ、ユーマですって紹介されてもあ、そうなんだ、ユーマなんだって思っちゃうよ、これは。うん、でけえ。超人間のサイズからしたら、いや超でかい、うんうん、ねえ、腕一本分ぐらいある、ね、そうね、バカでけえ。胴体がね、で、翼広げたらめっちゃ広いだろ、うん、めちゃめちゃでかいすごっ。1メーターはあるだろ。ねえ、ああ、こんなん空飛べるんであればね、こいつが。ああ間違えるでしょ。そうですよ、もうこれや、本当に。うん、スペイン王もこれを見て間違えたって言っても全然ね、不思議じゃない。あり得るね。うん、さっきの高速道路で見たさ、うん、写真とめっちゃ一緒じゃん、これ。まあ、あれに関しては絶対一緒。あれに関しては一緒。あの写真だって、うん、尻尾とかなかった。なかったよね。完全こいつだった。ということで、まあ、いろんな説がありましたが、どれも面白いし、具体的だし、何よりロマンですよね。あ、そうだね。ね、なんだかんだユーマ説はまだ消えてはないからね。うん、全然、うん、実際に本当 80% ぐらいは、うん、ユーマなんで、うん、あながちバカにするよりもちょっといるのかもしんないなっていう感覚で、まあアンテナ張っといて、うん、見つけた時に多額の賞金を得たりロマンを得たり、うん、できると思いますんで、まあいるんじゃねえかなぐらいには思っといていいと思います。うん、まあ否定的にいるよりそっちの方がね、はい、そうだね、夢あるしね。ということで、また他のユーマンやってほしいのありましたらコメントまでよろしくお願いします。お願いします。お願いします。じゃあフランク、 You are birthday boy。 ハッピーボーイ、ハッピーボーイ。誕生日は撮影に限ります。ハッピーボーイ。